さあ神引きのお時間です。どうもプロスピオンリーワン芸人の大野孝之です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さ あ, 早速やってまいりました神引きのお時間。ありがとうございます。サムネタイトルにもある通りこの契約書引いていきます。超プロ野球ウルトラ契約書。ありがとうございます。ありがとうありがとう。ウルトラこういうとこがさプロスピって神ゲーなのよ。そう今日はこの契約書開封してその後、ランク戦ね始まったんでまた第4期ですか、初戦、やりたいと思います。よろしくお願いします。早速これ引いちゃいましょう。狙いはサムネにもあると思うんだけどこのサトテルかマルさん、もうこの2人が出ればいい。まああと千賀さんもまあ一応ありかなっていう感じ。この3人でございます。4分の1引き当てます。狙いはでもねやっぱ一番はマルさんかな。あの写真欲しいんで。はい、ということで神引きしちゃいます。お願いします。この選手が出た後すぐリアタイいきます。お願いします。さあ神引き神引き神リタイ神リタイ。さあ大野ちゃん神る時間やってまいりました。お願いします。うわいった日ハム純正あざす。はい、じゃあね、ガチョウダで初戦、いきたいと思います。まあもうざっとこんな感じっすね。ざっとこんな感じ。まあ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 撫でるように見てよ、こんな感じですよ。でまあ打順もねこんな感じです。まあお決まりよ。1番大谷2番柳田3番バース。これもうねあの僕の中でも最強の3人です。はい、で落合筒香中村のりもこの最強の4ゴールです。はい、で78978はもう代打出して9はテストさんという形でございます。今期のローテはこれで回りたいと思います。ダルさん藤浪くん田中マー君千賀投手則本さん、まあ、この5人で回っていきたいなと思っております。早くに藤浪投手の A ランク欲しいね。早く嫁ぎたいんで。で中継ぎエースの藤川さん、抑えの赤堀さんって感じでいきたいと思っております。初戦、勝ち、星拾っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではいきましょう。さあ高校でございます。よろしくお願いします。先発ピッチャーユーダルビッシュ。ありがとうございます。さあ今宵もダルビッシュから始まります。よろしくお願いします。さあさあ今季今僕名人6位なんですけど、まあ今季は名人4位ぐらいまでいきたいかな。うわうまいとこ落とされてもうた。名人4位ぐらいいけたらなって感じかな。まあでも大会の報酬で結構勝ち星拾いたいと思ってるんで今季はちょっとそこでねどうなるか。まあ今月の27かな、スピちゃん来るんで、まあ、そこでね、なんとかいい成績残して勝ち星拾ってで何そのあたりナイスフォーナイス。まあ、そんな感じかな。スピちゃんはガチる予定ではいます。なんかね今僕すごい気合入っててあのメインでリボン絶対取りたいんですよ。絶対取りたいんですけど俺もう無課金役でも欲しいんだよねリボン。マジで欲しいと思ってます。よろしくお願いします。さあ八重さんよろしくお願いします。守備いいねこの方、守備すごい揃ってる。さあ行きましょう。ジョージ・マッケンジーも特集してたね間違いない。さあこの千賀さんは2020年 OK。 まあボールは見えてます。見えてますね。あーまあ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 しゃーなし全然いいよ。そういうのもありよリアタイは。はいねバッチ。まあ今のはもう完全に合わせたよね。まあ外角を流していく、まあそんな感じですよね。さあ行きましょうか。このあとね契約書で柳田選手の3800狙いますよ。絶対取るよ。マジで柳田選手の3800欲しいのよスピちゃん前に。そうまあでもねベストナインのタイトルホルダーの第一なんでもしかしたら柳田選手出るかもしれないんで。でもそこで取れるとは限らないからね。そうそうそういうことよ。OK。まあ、よう見てバースですね。ああ、広角出ないか。バースはね、もう広角出なくてももう出てるようなもんだから。うーわ、出たー！球児藤川の S ランク。来た来た来た。
集中してこうぜ、ここマジで集中してこうぜ。結局藤川球児打たないと勝てないから、俺は。これさ、超高速になったらヤバくね、藤川球児。オッケーね、せん。ちょっとマジでガチ集中しますわ。オッケー、帰ってこい帰ってこい。あ、帰ってこないか。まあオッケーオッケー、いいよいいよ。ガチで集中しないと打てないのよ藤川さんって。ほんとごめんね、配信者として失格だけど。はい、ナイバチーよ。まあまあオッケーオッケーオッケー。藤川さんの火の玉ストレート全然見せてきてないから、ここらで来ると予想してます。まあまあ今の落ち、結構さ、落ちない方とかあんま見えないな、これな。落ちないスプリットと落ちるスプリットなんかあんま見分けつかねえな。はい、あ、やってもうた。さあここダルビッシュさん完封で、完封いこう、完封、完封でこの試合飾ろう。藤川球児えぐいわ、マジ打てないっすわ藤川球児。よしょうない、ここはね、やっぱダルビッシュさんに初戦は任す、初戦はもうダルビッシュ頼みです。うちのエースキャッチャーナイス、フルタオッケー、フルタさんナイス、シェチェララ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 ラビールリーグためにエルタンケ打て。このタンケビシエドのね、僕好きなんですよね、応援歌選びるためにエルタンケ打て。オッケーナイス。さあさあさあ、ラストラストラスト、バレンティン。昨日の動画でアーティスト疑惑が浮上したバレンティンです。アーティストあるよマジで、この人は多分アーティストだと思う俺。ナイス、ジー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 、ダルビッシュさんジージー。ということでこの後柳田悠岐さん当てる契約書開封いきます、よろしくお願いします。さあちょっとこれ引いていい、ごめんね、ちょっとこれ引かして。経験値 1.8 倍のうちになんかいい選手来たらさ、そうで、これでもしかしたらギータ当てちゃう可能性あるかな俺って。そういうなんか星の元に生まれてるんだよね、これ S が来るっていう。何したんな。さあ S 契約書、引いていきたいと思います。狙いは、柳田由紀さんですね、坂本勇人さん。まあでも柳田由紀さんかな、お願いします。よいしょ、サクッといこう。さあ今日の動画のうちこちらの選手でございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。さあ柳田悠岐が出るということで今回神引きとさせていただきます。はい、ありがとうございました。さあ柳田選手のお時間です、どうぞ。よし、神引き、あざした。